皆さんこんにちは、お寿司男です。今回は前から気になっていた長野県にある上高地に行ってきました。夜に大阪を出発し、上高地に朝到着して10時間程度滞在し、その日の午後の便で帰る弾丸の旅をしてきました。はい、大阪や京都から上高地を結ぶ直行バスが1日2本程度出ています。本数は少ないものの、乗り換えをせずに上高地バスターミナルまで連れて行ってくれるので、楽に移動したいという方にはおすすめです。利用する場合は必ず事前予約をしましょう。上高地は自然保持のために通年マイカー規制をしているため、上高地エリアに車で入ることはできません。そのため国道158号線沿いにある沢湾の駐車場に駐車し、そこからはバスまたはタクシーに乗り換える必要があります。上高地は飛騨山脈南部の長野県側、あずさ川上流にある景勝地で、中部山岳国立公園の一部ともなっており、国の文化財に指定されています。標高は約1500メートルで、全域が松本市に属しており、宿泊施設や温泉があり、上高地自体が観光地であるだけでなく、穂高連峰や槍ヶ岳の登山基地ともなっています。上高地のメインスポットである大正池、田代池、田代橋、かっぱ橋、明神池は今日は必ず行きたいと思います。橋が見えてきました。すげえな。上高地のシンボルともいえるかっぱ橋は人工物ですが、大自然と融合し、上高地に欠かせない風格のある存在となっているようです。
ここが毎日 YouTube ライブで配信しているかっぱ橋です。まずは、あずさ川右岸コースで、かっぱ橋から明神池まで行きたいと思います。僕はここが一番鳥肌が立ったスポットでしたね。綺麗でもあり、なんか怖さもあって、いろんな表情がありましたね。
この辺で持ってきたおにぎりを食べたいと思います。お猿さんある。お猿さんがいました。さん、つぎ出ます。
こちらでイワナの塩焼きを食べようと思ってたのですが、まだ開いてなかったので食べれませんでした。穂高神社の境内にある明神池は一の池と二の池の大小二つからなる池で、遊歩道脇には三の池もあり、あずさ川の古い流路の定地に明神岳からの湧水が溜まってできた池で、すでに伏流水が湧き出ているため、冬でも全面凍結しないとのことです。細白男。ここからかっぱ橋までは小なし平を通るあずさ川左岸コースで帰ろうと思います。ああ、またお猿さんがいました。
ホソシロ男。カッパ橋から大正池までは、あずさ川左岸コースで行きたいと思います。田代池は隣接する大正池とともに、大正時代に焼岳の噴火により流れ出た溶岩が、あずさ川左岸の支流である千条沢をせき止めたことでできた浅い池で、猿などの動物が多く見られ、水面に北アルプスの山並みが映るほど水の透明度が高く、イワナなどの川魚が生息しているようです。
桥要三公里耶。大正池は国の特別名勝、特別天然記念物に指定されています。朝白あたか。
きのバスであまり寝れなかったのでだいぶ疲れてきました。ここからかっぱ橋まではあずさ川右岸コースで帰ろうと思います。
ハサシラアタカ。4回ほど足がつってしまいましたが、なんとか無事にかっぱ橋に帰ってこれました。快晴の中、上高地散策ができて本当良かったです。足が4回ほどつりましたが、お猿さんにも会えたし大満足でした。ぜひ皆さんも一度は行ってみてください。絶景が待ってます。これからもどんどん旅動画を投稿していきますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。